本州と行き着く間もなく、香港から北の重要港湾を吸収、封鎖作戦を続行しつつあった我が南シナ海軍部隊は、重慶輸血路の封鎖完璧を期して15日早朝、南市における重慶密輸ルート河川島に対し奇襲作戦を開始。航空隊は島内軍事施設その他を網爆して上陸部隊を援護し、陸戦隊は強風怒涛を犯して主港の航行に殺到、デルタ地帯に近き河川島に有役敵前上陸を敢行しました。かくて我が上陸部隊は敵の抵抗を排して進撃また進撃、島内の残敵を掃討、炎症密輸の巣窟に大鉄槌を下しました。西南国際ルートの拠点であり、かつ重慶交戦勢力の前線基地をなす監視省警備を爆撃すべく、我が南市航空隊浜田、林、山口、長野、鈴木ら各隊長の指揮する陸の表しは8月24日早朝、大編隊をもって基地を出発いたしました。我が堂々の大編隊陣は西南シナの空を和して競輪に爆心。競輪上空に達した現しは熾烈なる敵防御砲火を犯し、各隊緊密なる連絡のもとに付近軍事施設に巨弾の雨を浴びせ、多大の戦果を収めて全機無事悠々基地に帰還しました。